1>, 1万円のチケットが数10万円。音楽ライブ市場が拡大する中、人気コンサートのチケットがネット上で高額転売される事例が後を絶たない。音楽業界は、入場時の顔認証による本人確認を導入し、対策に乗り出している。23日に福井県で始まる人気アイドルグループ、嵐の全国アリーナツアー、 ファンクラブ向けのメールで、2月、入場時に顔認証で本人確認することが告知され、ファンの間に衝撃が走った、ネット上には、ついに嵐もといった書き込みが相次いだ。嵐のチケットは、日本一入手困難とも言われる。ファンらによると、申し込めるのは基本的には FC 会員のみで、 優先で購入できる人が決まる。当選確率を上げようと、家族や友達の名義で、何口も入会する人もいる。ツイッター上には、27名義使ったのに全滅との書き込みもあった。入手できなかった人が頼るのが、チケットキャンプなどのネット上の売買サイトだ。嵐が所属するジャニーズ事務所側は、 ネットオークションなど、営利目的で転売されたチケットでの入場を認めないと明記。ただ、数万人が訪れる会場での本人確認は難しく、1枚1万円弱のチケットが数10万円で売買される事例も状態化していた、チケット争奪戦が加熱する中、同事務所は、 申し込み時にメールで顔写真を送信することを求め、当日の入場時に顔認証を行うと公表、顔写真などの個人情報は厳重に管理すると規約に定めており、取材に対して、正規販売で購入した地ケットで公演をご覧いただくためと説明した。